皆様こんにちは、イートキンコングです。今日はね、お正月明けの定番料理ペスカトーレご紹介します。お正月明けの定番、なんでペスカトーレなんて言うとね、お正月って結構まあ人が集まったりとか、まあ家族でもちょっと豪華に食事したいなっていうことでお刺身とか結構買いません？で、普段そんなに食べないのに、まあ、バーッとね買うのでちょっと余るんですよ。そこをいつも無理して食べる、もうこれからやめてください。最後余った刺身はぜひ冷凍、そして今日のレシピでパスタ作ってください。めちゃくちゃ美味しいペスカトーレができます。で、これですよ。お刺身とかエビとかね、余ったらね、もう即冷凍します。もう僕の場合、余りそうなら即冷凍します。もう盛り付けません、もったいないんで。よりね、美味しく食べた方がいいと思いますよ。こんな感じ、エビですよね。お正月に焼いたエビですよ。そしてお刺身、ほら、こんな感じ、ホタテ、サーモン、ハマチ、こっちもあります。一度ラップをかぶせて、今みたいにアルミホイルかぶせて冷凍しておくとね、1週間ぐらい全然大丈夫です。じゃあこれ何かって言ったらね、これですよ。めちゃくちゃ豪華なシーフードミックス。もう結局状態になるので、ぜひね冷凍してくださいよ。そしてシーフードミックス入れたペスカトーレ作ってください。じゃあいきましょう。はい、では材料です。こちら冷凍しておいたシーフード、さらにアサリ1パックです。ニンニクと鷹の爪で、今日は、カットトマトを使います。これカンカンのものでも大丈夫です。僕はね今日箱のものを使います。これね、缶の味がしないので僕はこっち好きです。はい、そしてこれもう前回も紹介しました、ぜひ入れて、アンチョビのペーストです。で、このアンチョビペースト、まあ、いろいろ使えるんで、ぜひ入れてください。パスタ抜群に美味しくなります。じゃあパスタ以外何に使うの、概要欄見てください。いろいろ使い方載せてます。あとは玉ねぎと、今日はズッキーニ入れます。お野菜好きなもので大丈夫です、入れなくても大丈夫。じゃあいきましょう、めちゃくちゃ簡単。それでは作っていくんですが、今日はね、大きなお鍋でもう作っちゃいます。ペスカトーレって水分もあるので、盛り付けるときもう汁飛んで、トマトソース飛んで、水分ももう分けるん難しいってなるんじゃないですか。そういうときはドーンと大きな鍋で作って、卓上にドンですよ。で、もう好きな分だけ取り分けて食べる。なので、大きいので作るのもね、いいと思います。もうこれがね、ドーンとあるだけで、なんか豪華になるでしょ。はい、ということで、これでいきますよ。それでは、ニンニク、鷹の爪、オリーブオイル入れていきます。ここにめちゃくちゃ美味しくなる調味料、アンチョビです。玉ねぎ4分の1個も入れちゃいます。軽くは弱火で全体的になじまして、ニンニクの香り出していきます。アンチョビを炒めるとめちゃくちゃね、香ばしくてね、美味しそうな香りが立ってきます。ちょっと生臭そうじゃないって思われる方もね、ちょっとこうやって火を入れるだけでもう生臭さもなくなって、旨味しか残らないのでね、ぜひ挑戦してみてください。はい、それではここにアサリ、エビを入れていきます。よくね、ペスカトーレとか作るときにね、エビの生臭さを出さないために最初にエビ焼いて臭み取ったりするんですがね、もうこういうエビならもうこれもそれもできてるのがめちゃくちゃいいです。はい、ここに白ワイン入れます。白ワイン入れたら跳ねるので蓋します。2分ぐらいしたら蓋開けます。こんな感じで、ね、アサリの口が開きます。はい、カットトマト入れます。
あとね、ここにちょっとトマト残ってるのでお水入れます。じゃあね、最後に自家製シーフードミックス、お刺身入れていきます。これ凍ったままで大丈夫です。最後にズッキーニ入れます。はい、パスタが茹で上がるまで蓋しておきます。パスタが茹で上がったのでこちら入れていきます。ちょっと寄せてね、ここに入れましょうか。はい、具材を上に出して、ね、見栄えよくしていきましょう。はい、こんな感じで具材を上に出してスープ吸わしていきます。お正月の続きみたいにね。はい、ここで最後スープ味見します。スープ多めです。うん、美味しい。スープ多めにしたいのでもう少しね、茹で汁足します。あと塩が薄ければここで塩出してください。今日はね、アンチョビ入れたのでもう十分味出てます。仕上げにオリーブオイルです。はい、これで正月明けの定番料理、余った刺身は自家製シーフードミックスにしてからのペスカトーレ完成です。はい、まあ、あの余った刺身はね、無理に食べてしまわなくてもね、冷凍して煮込めば十分食べれるので、美味しくアレンジして料理してみてください。今日の動画が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価、通知ボタンの方もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。ウィートキングオブでした。